最近政治の世界と絡んで、いやもう僕本当にロケットの話はもういろんな人たちにしてるんで、めちゃくちゃ動いてるんですよ。もうね、4、5年前から動き出して、日本ではこういう制度できないのかなと思って動いてたらやっぱできますね。びっくりしますね。3、4年かけて丁寧にいろんな人たちに会って、この話をこれは必要なんです、日本のために必要なんですって話をしたら、ちゃんと出てきましたね。なるほどですね。まあ、ただそれはね、ホリエモンがやっぱりね、発信力とか、まあ、存在感がすごくあるからっていうのはありますよね。普通の議員秘書とかがそういう話をしても、まあ、なかなかそれ聞いてもらえないし動かないですよ、実は。うん、これもやっぱありますよね。あと、まあこのね、国会議員さんはうるさいなとか、もうガンガン言われちゃうだろうなって思う人に関しては、やっぱり早め早めに動こうとかなりますし、うん、これ人間、ね、うん、まあ、一般企業と一緒ですよね。この人はまあ、大丈夫っていう人は無視されちゃうし。結局人間関係だなと思ってて、人間関係とコミュ力の勝負だなと思ったんですよ。その通りです、ね。だからまあ、そのね、うちの斉藤議員はね、その、友達作るの得意なんで、めちゃくちゃいいですよ。ああ、いいですね。お前とりあえず議員会館全部部屋回って、全員と友達になれっつって。なるほど。なるほど。でもほら、一応党首閣になったから、なんか重要法案が通ると岸田総理が挨拶に来るんですね。そうですね、最終的に来ますね。各党の派閥の部屋に来ます。各会派の部屋に来ますよね。そう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 。それもすごいなと思って。それですごい、要は首相とかなり、会うわけじゃないですか。そうですよね。